島田孝幸、島田孝幸、明治40年1月15日は、日本の衆議院議員、実業家。字はこれのり、号は、活動、少数、応答など、越中国都並軍島新村出身。明治8年に、新川県教務監督となるが、翌年に、新川県が、石川県に吸収されて拝見になると、県令。 山田秀則の新たな赴任先の青森県に随行し、野辺寺警察署長に就任した。明治14年に辞任して郷里に帰り、自由民権運動に参加し、北進社を結成した。翌年、北進社は他の結社と合同して越中会新党となり、幹事の島田は石川県会議員に選出された。明治16年に富山県が置かれると、 富山県会議員となり、三期勤めた。明治十九年には議長に就任し、改新党の機関紙、北新雑誌を発行している。1890年の第1回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。以後、四期勤めた。1892年の第2回衆議院議員総選挙では、激しい選挙干渉の中、島田は傍観に襲われ負傷した。投票の結果、 竹部その分に41票差で敗れたが、支持者から無効票の多さに疑問が出され、選挙人による訴訟で、富山地方裁判所は無効票のうち69票を、島田票と認め、その後の当選訴訟もそれを認め、島田が正当な当選者と認められた。議員として、他に、中越鉄道社長、農工銀行東取、富山日報社長を歴任した。ありがとうございます。